西条廃寺跡注文から、近藤、等を望む西条廃寺跡西条廃寺跡の位置。西条廃寺跡は、兵庫県加古川市山手、西条山手にある古代寺院跡。兵庫県市指定史跡に指定されている。兵庫県南部、加古川南岸の大地上、西条古墳群の一つ古墳に隣接して位置する。1980から1982年度に、 発掘調査が実施されている。主要伽蘭は放流寺式伽蘭配置で、近道を東、東を西、中門を南、高道を北に配する。白宝期末頃に創建された後、奈良時代に伽蘭が完成し、平安時代初期には衰退したと推測される。加古川市内では最古の寺院であるとともに、一帯では最上古墳群の映像が知られており、 古墳時代から奈良時代の変遷を覆うことが可能な地域である点で重要な遺跡になる。実跡遺跡は1969年に兵庫県指定史跡に指定された。現在は史跡整備の上で県指定史跡公園、北山公園として公開されている。陶器団、近藤器団、陶器団の一部では当時の瓦を使用して瓦石器団が再現されている。ガランは近藤を 東、東を、西、中門を、南、行道を北に配する放流自式が乱配置である。移行の詳細は次の通り。中門の左右には、掘った手中列が伸びることから、中門左右から回廊が出て、近道、東を取り囲んで、行道左右に取り付くと想定される。地域からの出土品としては、瓦のほか金属製品として、銅製クリン残欠、銅製風卓、 同性風、招き残血、同性水縁残血がある。ありがとうございます。